セント・ジョンの鐘は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第7シリーズ第6話であり、第7シリーズ後半の最初のエピソード。イギリスでは、BBC1 で2013年3月30日に放送された。脚本は、スティーブン・モファット、監督は、コルム・マッカーシーが担当した。本作では、クララ・オズワルド役で、 ジェナル・イーズ・コールマンが3度目の出演を果たしたが、11代目ドクターの新コンパニオンとして正式に出演したのは今回が初めてある。本作では、西暦1207年に滞在していた異星人のタイムトラベラー11代目ドクターが2013年のクララから電話を受け、これまで2度遭遇して2度とも死なせてしまった彼女の3人目に会いに行く。3人目のクララと出会った直後、 彼は、キズレットと彼女を支配する、グレート・インテリジェンスの陰謀に巻き込まれる。彼らは、世界中の Wi-Fi を使ってさあ、バーズと呼ばれるロボットを介し、人類の魂をデータクラウド上にアップロードして収集していた。セント・ジョンの鐘は、都市を物体としたスリラーとしてデザインされ、生活のどこにでもあるものが邪悪なものと化すことをテーマとしている。視聴者数は、 イギリス国内で844万人に達した。批評家の中にはプロットと敵の脅威に不満を抱く者もいたが、一般に肯定的な評価を受けた。2013年3月23日、BBC はスティーブン・モファットが執筆した短い前日短のビデオを公開した。この前日短では、11代目ドクターが子供用のブランコに腰掛けていたところある少女と出会う。 様子が描かれている。二人は物を失うことについて話し合い、ドクターは二度大切な人物を失ったと主張し、そのうち見つけられるだろうと希望を抱く。少女はなくし物をした際に、静かな場所に行って、思考を巡らせれば、どこに置いたかを思い出せると告げ、親に連れられて公園から去っていく。その際、彼女がクララ・オズワルドであることが明かされる。クララが、 家庭教師先の生徒アーティに課した小説サマーフォールズはアメリア・ウィリアムズの著書、すなわちドクターの先代コンパニオンであるエイミー・ポンドの著書である。エイミーは21世紀で旅の記録を本にしており、その後は20世紀前半で娘リバー・ソングの探偵小説の編集を担当したグレート・インテリジェンスは前話スノーメンに続いて新シリーズで2度目の登場を果たした。 スノーメンの舞台であった1892年から今回の2013年までの間、グレートインテリジェンスは1930年代のヒマラヤ山脈で2代目ドクターと遭遇し、1970年代にロンドン地下鉄で再び遭遇した。クララにドクターの電話番号を教えた女性店員は第8シリーズ深呼吸でその存在が浮上する。 12代目ドクターは自身とクララの間を仲介する何者かがいると考えており、天国での死でその正体がミッシーであると明かされる。脚本家、スティーブン・モファットは、ドクター風が伝統的に身の回りに偏在するものを題材にしてきたことに触れ、これまで誰も着手になかった Wi-Fi を不吉な存在にすることに決めた。しかし、テクノロジーに関する継承を鳴らす意図はなく、視聴者に 身近なものを利用した新たな異星人の侵略を描きたかったという。すでに舞台は現代のロンドンに決まっていたため、プロデューサーのマルス・ウィールソンは、クララと Wi-Fi の怪物を登場させるために本作を、都市を舞台にしたスリラー作品にすることを提案した。モファットはこのスタイルを、ジェームズ・ボンドや映画、ボーンアイデンティティになぞらえており、彼く本作は、 恐怖を演出する物語というよりは、アクション思考のエピソードである。ジェナルイーズ・コールマンジェナルイーズ・コールマンは、シンコンパニオン役の女優として告知されていたが、それ以前にも、オズ・ウィンとクララの役で、ダーレック収容所と、スノーメンに出演していた。セント・ジョンの鐘からは、スノーメンに亀を出演したシンコンパニオンが、本格的に登場することになる。コールマンは、 クララの謎に結末がもたらされると信じて、それぞれのクララを演じた。モファットは、本作に登場したクララを、より現実世界的だと説明し、俳優マット・スミスはクララが、宇宙に対するドクターの好奇心に再び火をつけて、彼の魅力を取り戻す人物であると主張した。セント・ジョンの金の台本の読み合わせは2012年9月19日に、ロース・ロックで行われた。 本作はドクターフーで初めてコルム・マッカーシーが監督を担い10月8日に撮影が開始された。撮影地はロンドンのウェストミンスター橋やティムズ川沿いで行われ、ロンドンのロケ地でのオートバイのシーンは2012年10月16日に撮影された。屋上のシーンはグレンジ・セント・ポールズホテルで撮影された。もともとロケ地はコベントガーデンが意図されていたが、 キズレットの本拠地であるザ・シャードがよく見えるということで変更された。セント・ジョンの鐘はイギリス国内では2013年3月30日に BBC1 で初放送され、同日にアメリカ合衆国の BBC アメリカとカナダのスペースで放送された。翌日、オーストラリアでは ABC1 で南アフリカ共和国では BBC エンターテインメントで放送された4月11日にはニュージーランドでプライムにて放送された。日本では放送されていないが2013年11月23日からドクター風の第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信がフールで順次開始されセントジョンの鐘は2014年に配信が開始された。イギリスでは 当夜の視聴者数は618万人を記録し、ピーク時には668万人に達した。番組視聴選挙率は29.8%で、その夜では3番目に高い値を残した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は844万人に上り、その週の BBC1 の番組で第2位を記録した。BBCiPlayer では3月に96万。 リクエストと4月に130万リクエストを記録し、アプリシエーションインデックスは87を記録した。2013年でのアイプレイヤー上での再生回数は261万回に達した。セント・ジョンの金は一般に肯定的にレビューされたが、ストーリーがつまらないと感じた、批評家もいた。SFX のニック・セッチ・フィールドは本作に星4つ、半を与え、 ビジュアルスタイルやプロット、スミスやコールマン及びセリア・イムリーの演技に肯定的であった。ラジオ・タイムズのパトリック・マルケーンはコールマンがまっすぐなコンパニオンとしてクララを演じたことに喜び、スミスと彼女の相性を強調した。彼は本作が現代ロンドンを舞台にした非常に楽しめるエピソードであると綴り、アイディアの映像化のされ方を称賛した。 MSN のヒラリー・ワードルは星4つを与え、テンポが速いことと、プロットがテレビの中に住む女に似ていることを指摘しつつも、非常に良い出来だと高評価した。彼女は、スミスとコールマンの相性の良さにも喜んだ。デイリー・テレグラフのベン・ローレンスは本作に星4つを与え、現代の視聴者にははるかに魅惑的だと述べ、ドクター風が常に、 番組自体を再発明する様子を見せてくれたと主張した。オブザーバー誌のユアン・ファーガソンも同様の主張をした。彼は本作が良い悪役に恵まれていて華麗だと綴ったが、プロットは理解するには正規とは思えないほど複雑だと感じた。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーもセント・ジョンの金に星4つをつけ、悪役の脅威には不満が残ると綴り、 サーバーズの外見も記憶に残らないものだと述べた。しかし、彼は他の要素は素晴らしいと述べ、特にクララの新しいキャラクター作りを称賛した。イグンのマークスノーは本作に10点満点中8.2点をつけた。彼は Wi-Fi のコンセプトを称賛したがサーバーズのせいでつまらなくなっていると述べ、宣伝よりも地味に感じたという。 ザ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を B と評価し、本作の悪役の脅威が前作、スノーメンと同様にクララを確立されるための二次的なものであったため、プロットには苦労が見られたと指摘した。また、彼は本作に登場した Wi-Fi 技術が現実的でないと批判し、選んだジャンルに説得力がないとも指摘した。しかし、 彼はそれでも良い演技に恵まれた楽しいエピソードであるとコメントした。ガーディアン氏のダン・マーティンは本作に失望し、ロンドンの象徴的なロケ地を使ってはいるが、スノーメンの後では目立つ箇所がないと述べた。彼は本作の敵やプロットが過去のエピソードに似ているとも指摘したが、新コンパニオンのクララを導入するためには、 一般的なオープニングエピソードが良いだろうと感じ、事実本作で成功したと捉えた。インデペンデント誌のニーラ、デブナスも同様の感想を抱き、宣伝ほどの作品ではなく、また過去のエピソードの要素を複数再利用していると感じた。デイリーミラー神のジョン・クーパーは良いところもあったが、以前のエピソードには届かなかったと批評した。彼は雰囲気の新しい発展を歓迎した一方、 要素が窮屈すぎるとも感じた。また、コールマンを高く評価したものの、クララが先代コンパニオンのエイミー・ポンドと似すぎていることを懸念した。ドクトル風マガジンでは、グラハム・キブル・ホワイトが肯定的なレビューをし、趣のあるエキサイティングなドクター風だと表現した。彼は、アクションシーンの勢いと、これまでのシリーズの盛り上がりが継続している点を高く評価し、 また、クララが、エイミーの本を読んでいることに意味はないが嬉しいものがあるとコメントした。サーバーズについては、言われたフレーズを繰り返すことしかできない、ドクター風の世界の不評でしかないのにかかわらず、非常に効果的な脅威だと評価した。ただし、彼はクララがターディソースノッキングブースだと解釈したのは24歳の女性ではなく13歳の少年の発想だと批判した。 ありがとうございます。